メッツでプレーする補正グレシアス内野手が絶好調だ。5月末に昇格すると、1日、日本時間2日、には2年ぶりとなる本塁打を放つなど、ここまで打率点400、45打数18安打、オプス993と絶好調だ。エンゼルスでは大谷翔平投手と共にプレーしていたこともあって、うわぁ、今メッツにいるんだ、と日本のファンも注目している。 1>, 1日、同2日の敵地、ナショナルズ戦では8番、2塁で出場し、延長10回に点差を広げる1号ツーランを放った。本塁打は2022年以来2年ぶりとなった。2021年にはエンゼルスでプレーし、本塁打を打った大谷をベンチ前で迎えるのがルーティンだった。同年自由契約となり その後はレッドソックスやロッキーズなど複数の球団を渡り歩いていた。大谷とプレーしていたこともあり、思い出した日本のファンもいたようで、X、旧ツイッター、では、ホームランなんて打てたんか、イグレシアス。イグレシアス選手じゃん、補正具、ノリノリじゃん、とコメントが並んでいた。